クリックして進む。うわっ、びっくりした。つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか。お前たち、私、綺麗。お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。何？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。なんか最初からクライマックス来てないこれ。ん？双子から一人を選んでください。え、双子かっこいい。え、あ、選ぶんだ。え、どうしよう。あー、なるほどね、主人公ってことか。うわー、どうしよう。迷わん？これ、普通に迷わない。こういうのってさ、なんか自分と同じ性別を選びたいなって思う気持ちと、こういう時になんか逆の主人公を選びたい気持ちもありますよね、やっぱり。どっちにしよう。待って、いや、わかる。女の子も双子ってことは兄弟か。顔もうちょっと後ろ姿じゃなくて顔を見せてほしい。一回クリックすると顔見える。うお、ほんとだ。これ声は聞けないのかい。サンプルボイスはないのかい。あー、かわいい。あ、顔がいいな。父でか。どうしよう。いや、ごめん、それやっぱ女の子が好きです。かわいい。うわー、名前か。スミにしますか。いや、でもちょっとやっぱ私女の子だから男の子にしようかな。私は男の子で行くわ。ごめんなさい、女の子が好きです。ごめんスミレの、これスミレのせいか。ごめん。ごめん、ショッパー。あて、どうするつもり。そうよ、よくも私のお兄ちゃんを。お兄ちゃんだった。ホタル？さあ、そういうこと？えぐ。Meanwhile. はい、そうです。かくゆ私が、はい、あのVスポの子守メトです。はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、あの本日は初めての原始をやっていくんですけど、あのすごい非常に申し訳ない、あの注意事項として先に言わしといてもらいますんですけども、あのこの画面右下にいるこのね、この私です、この子。すいません、あの今の期間というか未来永劫期間原神で、あの弾ける、はい、キャラクターではないので申し訳ないですが、はい、この配信上でねお楽しみいただければなと思います。可愛いのはわかるんですけどね。はい、すいません、可愛いのはわかるんですけど、申し訳ないですけど、すいません。はい、欲しいのはわかるんですけどね、弾けませんのでよろしくお願いいたします。
なんかいきなり走り出したんやけど。あ、スタミナ使うのか、走ると。綺麗。めっちゃ綺麗。あれが七天神像だぞ。七天神像、パイモンっていうのか。あれが七天神像だぞ。だぞ。かわいい。あ、ミント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 。はい。かわいい。来ました。あれが七天神像だぞ。七天神像ね。わあ。なんかいるぞ。と。切れなかった。いや、いいよ押して。あ、ごめんなさい。はいはい。発動しなきゃいけないね。はあ、ちょっと。いいよ長押しで。強くなる。押すだけなんだ。あ、待って、キューを押して。かっこいい。七天神像にもらった風元素の力だ。かっこよくない？おいらもこんなかっこいい戦い方ができたらな。ごめん、かっこよくて。キューとイーで戦うのか、このゲーム。七天神像。誰だ？おい！勝手に目の前に現れてきやがって。急に何？ごめん、あ、いいよ押して。うわー、大炎上です。すいません、ごめんなさい。焼け野原になってしまいました。これ環境破壊じゃない？普通にダメじゃない？いいよ長、いいよ長押しすると。おー、なるほどね。 Q を押して元素爆発。これは七天神像にもらった風元素の力だ。すごいんだけど、ちょっとおもろそう。オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。まあまあ、私の名前はメト最強なんでね、君には無理かもね。てめえ、おいおいおい、近づくんじゃねえぞ。こっちには元素があるからね。ほら、やばい、体力が。あ、天神ある。ハハハハ、よし。誰？オーバーキル。お、見ろよあれ。は？指示すんなって。見ろよ、やめて。見なよにして。なにこれ。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつドラゴンと話してる。誰？怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。室瀬さんだこれ。あいつ、ドラゴンと話してる？でかっ！メンバー限定のでっかい。めっちゃ綺麗このドラゴン。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？話してる。ごめんなさい、ごめんなさい、盗み見してごめんなさい。2匹いない？あ、繋がってんのね、体。え、あ、暴れ、壁が1、2、3、4、5、6、6本ある。普通2本なのに。掴んでおいて助かったぜ。髪
髪が抜けなくてよかったよ。さっきは何があったんだ。壊れるかと思ったぞ。わかんない、なんで。お前の髪を掴んでおいて、やっぱ痛いと思ったんだよね、後ろの三つ編みのところ。お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。やめてください。髪が抜けなくてよかった。さっきは何があったんだ。スローマ、壊れるかと思ったぞ。あ、イノシシいますよ、これ。いやー、ちょっと待って、怖っ。ちょっと当たり屋ですよ、それ。当て、当て、日本では、日本の世界では当て逃げ、あ、日本では当て逃げって言うんですよ、そういうの。最低。ここはテイワットですよ。くそ、ルールは通用しないのか。ねえ、あんた待ちなさい。誰だ、誰だ、かわいい。うん、風神のご加護があらんこと。あらんこと、はい。うわ、すみれ短パンキャラ好きなんですよね、女の子の。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。アンバーさん、あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？やっべやっべ、身分証明やーべ。ねえ、あんた待ちなさい。喋った。え、かわいい。でき、でき、でき、きた。ねえ、あんた待ちなさい。あんた？え、かわいい。それから、そのマスコットは何なの？え、え、何この二択。え、これで今後友情ポイントみたいな変わったりするんですか。重要だぞ。え、え、え、クイーンやろこれ。非常食です。非常食だ。全然違う、マスコットイカじゃないか。ごめんね。かわいい。もう一回言ってくんないかな、今のセリフ。お、あ、これ新で、アンバーちゃんゲットできた。ありがとう、嬉しい。弓使いであるアンバーは遠隔攻撃が得意です。はいはいはい。あ、 R を押して標準、はぁー、ダーンダーン。え、ちょっとごめん、ちょっとごめん、え、ちょっとごめんね。あ、そういうことか。え、助かる。任務って何なんだ。え、待って、あのトゲってやれるんですか。見ればわかるわ。あれってやれるの。あ、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、もうしません。え、お花。じゃないですか。いやー、逃げないで。くそー、勘のいいカモメ。なんだよ、ハトがびっくりして逃げたじゃない。ごめん、さよなら。さよなら、何も見てないよ。知らないもんね。あ、まだ逃げちゃう。よし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 。あら、いい街並みじゃない、ティミー。なんだよ、ハトがびっくりして逃げたじゃない。え、そんな。さよなら。う、母さんに言いつけて、好きにしれー。ハトだ、ティミー。なんだよ、ハトがびっく、ごめん。仕方ない。すぐ戻ってくるよ。そりゃそうだけど、いつか戻ってこなくなったら。
父さんのように。ティミー礎石基礎の素か。でかーい。でかこの町。すごい像があるよ。おっきいね。なんかお城あるな。風車がある町好きです。モンドへようこそ。そっちに聞いとられて何も聞いてなかった。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。なんで？最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっとすべてうまくいく。もしかして伝説？ジンさん？でもジンさんがいればきっとすべてうまくいく。ジンさん？ジンさん？ジンさん？セピロス騎士団の代理団長。ジン。代理団長。モンドの守護者だよ。代理なんだ。団長は今。ジンさんが。そうだ。一緒に騎士団本部へ行く前に、あんたに渡したいものがあるの。何？バレンタインチョコですか。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。チョコ？おいおい、オイラにはないのかよ。お前にはないよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。スエル人参食べれない。スエル人参食べれないよ。人参とお肉のハニーソテー。うるさい。スエルは人参が食べれないんだ。とにかく私についてきて。くそ。今から高いところに行きましょう。